さん、お孫さんの長崎佐世保にあるスタジオで生放送が始まる。1880円ということなんですよ。通信販売大手のジャパネット、今や誰もが知るこの企業だが、創業者高田明氏が一代で築き上げた。その明氏は2015年に勇退。後継者となったのが当時35歳の長男明人氏だ。若き二代目が目指したのはカリスマ経営からの脱却。その結果ジャパネットは先代を超える大躍進を続け、2021年には過去最高2500億円もの売り上げを叩き出した。さらに地元長崎にはスタジアムやホテルなどの巨大複合施設を建設、地域を盛り上げようとしている。大胆な経営手腕が注目されるジャパネット2代目高田明人社長。事業承継を成功させ快進撃を続ける、その秘密とは。クリエイティブな事業承継のモデルケースを探る新番組、賢者の選択サクセッション。賢者の選択サクセッション、この番組はですね、今まあ日本中の多くの企業で課題になっている後継者問題、いわゆる事業承継ですね。なかなか後を継ぐ人が見つからない、あるいは継いだんだけれどもうまくいかないと、さまざまな企業が今課題を抱えているわけです。その事業承継後継者問題についてどういった解決方法があるのか、どういった未来があるのかということについて探っていく番組です。そして栄えあるその第1回でですね、お招きしましたのが、まあ多くの方企業の名前ご存知だと思いますが、ジャパネットホールディングスですね。もともとはジャパネット高田っていうねブランドで皆さんご存知だと思うんですが、ジャパネットホールディングス代表取締役社長兼 CEO の高田明人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は高田さんとはね、僕は何度かご面識があるんですけど、はい、このね第1回に来ていただいたのはちゃんとした理由がございまして、はい、私も経営学者として日本中でいろんな事業承継やってる企業さん見てきてるんですけど、はい、一番、まあ、成功してるというか今最も日本で注目すべき会社の一つであり、まあ、承継者のお一人が高田さんかなと思って今回お招きしたということなんですが、ありがとうございます。光栄です。はい、どうですか今もう継がれて何年になられますか。今7年半8年目を今やってますね。8年で実は業績すごい伸ばされてるんですよね。まあそうですね、いろんな要因はあったので、まあ、通販事業、はい、通信販売ということもあってこうコロナの影響で在宅が多くなれば視聴率も上がりますし、うん、まあ本当にいろんな要素を組み合わせてなんですけど、まあ、比較的まあ、ここまでは順調には来てるのかなというふうには思ってますね。です、はい、でというわけで実はねちょっとご紹介したい本がありまして、こちらですね、日経 BP 社から出ているジャパネットの経営、これまさに高田明人さんが書かれた本と。そうですね、連載をトップリーダーという雑誌でさせていただいていて、日経トップリーダーね、はい、はい、でその中で、まあ、本にしますかって言われて、うん、最初はやめようと思ったんですけど、どっちかというと社内向けにどんなことを考えてどんなことをやってきたかっていうのを出そうと。つまり外の方に手に取ってもらうのも重要ですけど、社長がどういう今の明人さんがどういう思いでやってるのかっていうね、はい、ジャパネットの方ももはや3000人近い確か従業員いらっしゃいますもんね、はい、その方々に読んでもらうっていうのも大事だっていう。そうですね、だから構成としてはこうそれこそまだ私は副社長時代とか、うん、まあ、専務やってた時代にこうバチバチ父とやってた頃の話を入れたりとか。バチバチやってたんですね、はい、やっぱりこう、はい、忘れちゃダメですし、そこにこう自分のこう、まあ、根っこの育ててもらったことがあったので、うん、そういうの残したくて、まあ、社員もみんな読んでくれてますね。ちなみにお父さんは読まれたんですか。読んだらしいです。直接はコメントもらってないですけど、感想言わないんだ。母経由で読んでたよっていうことは聞きましたね。長崎県佐世保市のカメラ店、ここでジャパネット創業者高田明氏の長男として明人氏は生まれた。小学校を卒業すると福岡の進学校へ通うため親元を離れ、その後東京大学に進んだ。高田さんの幼少期っていうか、お父さんが仕事してるのってどういうふうにお子さんの頃ご覧になってたんですか。小学校それこそ6年生まで
札幌にいたんですけど、うん、その頃って実は通販が始まって徐々に大きくなっていて、うん、で、まあ、当時は24時間のコールセンターとかないので、うん、あの母が19時から21時は家にいて家に注文の電話が転送されるんですよ。なんかここの方にもちょっと書いてあるようにしてね、なんかあのその間はなんかテレビつけちゃダメみたいな。そうなんです。なので本当に身近で、はい、テレビ見たいけど電話が鳴ったらこれで10万円15万円の売り上げなんだっていう感じの環境だったので、はい、それでいいという感覚、あと当たり前の感覚でしたね。どうですか、それで中学からもうすでに一人暮らしで福岡に行っちゃったわけで、はい、それって結構最初寂しかったり大変だったんじゃないですか。寂しかったですね。寮生活で、まあ、結構 1,2 年はホームシックで毎週札幌帰ってましたし。あ、そんな感じだったんですね。なんか元々両親が僕はなんかすごく好きで変わった子供で、で後継ぎたいっていうのも両親が多分最初は喜ぶと思って言ってたタイプなので。じゃああれですか、もうその頃からなんとなく意識してたの。もう言ってましたね、なんか言葉にしてずっとそれを言い続けて、まあ、気づいたら両親から頼まれたことは一回もないですけど。それね、僕あのいろんな事業承継経営学者として見てるんですけど、とても珍しいパターン。あ、そうですか。もともと継ぎたいって思ってる方ってちょっと失礼ですけどね、あんまうまくいかないんですよマジで。そうなんですか。なんですかね、なんか自分が継ぎたいって言って継がないとどっかで言い訳しそうなのが嫌だっていうのを潜在的にあって、だからやっぱりなんかうまくいかなかった時に、はい、親のために自分の人生が犠牲になったとか、なんか親のせいで自分はもっと他のことやりたかったっていうのだけはやっちゃダメだと思ったので、うん、なのでじゃあ親の後継ぎたい、継ぐなら何したいっていう、そういう発想でいろんなものが決まっていくんですけど。でじゃあ、まあ、一番いい大学行っといた方がいいだろうみたいな。うん、多分僕が後継いだら僕が変なこと言ってもみんな息子だから入って言われるだろうなと思ってて、あ、それが嫌だったんです。とにかくなんか息子だからついてくるみたいな、ってことはみんながそう思わない方法は何だろうって考えて、なんかじゃあ東大行っとけばなんかそう言われないかなみたいなのは、それが明確な理由ですね。まあそう言って東大入れるもんじゃないですけどね。いやいや、うん、なるほどね。そして実は最初証券会社に就職されるんですよね。そうですね、それも結局親の会社に戻るには日本一厳しいと言われるところに行こうと、でそれが当時銀行でいうと三井住友さんで、はい、証券だと野村証券だっていうのがまあ就職会で言われてて、あの当時はすごかったっていう話がありますよね。そうなんですよね、はい、だから入り口きつかったら後が楽かなって思ってそして2004年にジャパネットに入社されるわけですけど、これはどういうきっかけで。実はもともと海外にちょっと行こうと思っていて、海外行くならもう今しかないと思って、うん、で半年たまたま免許の更新のために荷物を置いて戻ってきたタイミング、日本にね一時帰国したわけですね、はいはい、その時に羽田空港で母から電話があって、そのジャパネット終わるかもしれないっていう電話があって、これがあれなんですよね、2004年に顧客情報が実は51万人分流出するっていう事件が起きてしまったんですよね、はい、もうそこで入社しました。あの調査委員会という、こうどっから情報が漏れたかっていうのを自分たちが分析するんですけど、ちょっと待って、じゃあって海外に荷物置いてあるわけ、はい、しばらくして取りには行きましたけどそのまあたまたま僕が専攻が数学だったので、はい、そういう分析周りが得意なところもあって、じゃあこの情報を、父がもうその時全ての販売を止めて最終的に49日間一切商品を販売しないという期間があったんですけど、それすごいですね。やっぱすごいと思いました、あの時に。その決断もすごいですね。それも目の前で見てたので、なんか当時社員を全員集めて、あの会社は止まるけど、まあ、あなたたちの頑張りで、まあ、余力はあるからみんな給与は払えるし、みんなでこれ乗り切ろうっていうのを社員に言って、半分ぐらいがみんな泣いてて、それをもう入り口で見ちゃったので。ていうかさ、もうあと入社最初がそれなんです。そうなんです、そうなんです。だからある意味その今まで父として見てたのすごい経営者だなっていうのは、やっぱすごいインパクトが入り口であって。はあ。その後だんだんそう中で仕事されていくわけですけど、はい、どういうことをされてたんですか。最初社長室というところに入って、はい、まあ会社がどんな状態か知りたいっていうことで、はい、実はジャパネット、うん、当時みんな和気あいあいな文化があって。父と父が一人いて分賃型でもう残り全員横並びなんですよ。あ、なるほど。役員も課長もあの会員も父がどうかが全てなので、うんうん、なのでその空気をちょっとずつピラミッドにしないとこれはしんどいぞっていう感じのことをずっと考えながらやってましたね。なるほど。でその後1年後にバイヤーチームとメディアチームの合わせたところの本部長っていう責任者を任せてもらって。いきなり。はい。
だってジャパネットの根幹みたいなところですよね。そうです、両方とも、はい、まあ、当時は社員とも僕何人かバチバチしてましたね。もうやっぱりバチバチしてたんですね。やっぱりこうバイヤーの責任者は僕なんですけど、もうずっと父に報告行くんですよ。だからもうあなたの組織分かってますかって、こう僕これはだからまあこれはまさに事業承継のよくあるポイントで、やっぱりその高田さんがいかにね頑張ったとしても、やっぱりこう2代目のボンボンが来ちゃったよみたいな、お手並み拝見感もありましたね。はいはい、そうだからその頃からまあ生意気なんですけど、父にはやっぱ今の全部父が決めるっていうのはちょっとまずいよねっていうのは言ってましたね。あ、お父さんにもそれ言ってたんですか？言ってましたね。すげえな。でめっちゃ怒られましたけど。でそこでやっぱりバチバチ、本当にその1年ぐらいから初めてぐらい親子喧嘩が始まった感じの時期。マジですか？はい、その頃から。まあ今考えたら僕は生意気なんですけど、25、6歳なんで。仲直りはできるものなんですか？いやもうやっぱ母が緩衝材でしたね。ありがたくて、いやうちはもう母も副社長としてやっていて、はい、僕が父とこう渡り合ってるのを見て、自分はもう出番がないかもと、あんた言ってること結構正しいし、もうだから私は辞めるって言って、そこで母は会社を抜けてるんです。で その後は、はい、母の提案でこう、そうは言ってもまだ実績ないから、うん、一人で離れたところで何か結果出してこんとダメっていうことで、そこは7年間全く別の仕事をするんですけど。7年間もそこから離れたんですね。そうなんです。そこからコールセンターと物流センターを私は担当するという。へえ。現在全国8カ所にあるコールセンター、従業員およそ2000人。しかし明人氏がここ福岡の責任者になった当時、配属された社員の3分の2が1年以内に辞めてしまうというブラックな職場だった。主な原因は孤独、クレームに上司が対応してくれないなど、数多くの問題を一つずつあぶり出し、7年かけて組織を立て直した。さらに明人氏は愛知県に物流センターを立ち上げ、配送業者との協力関係を構築、家電の設置工事を同時に行う仕組みを作った。いずれも目指したのは組織力の強化。そこには信念があったという。社員が意思を持ってやりたいことが見つかって動き出すとすごい力になるっていう仮説がずっとあったので、うん、なんか黙ってついてくる人が頑張るよりも、それぞれがこうなりたいを考える人で作り上げた方が何倍も成果出るっていう仮説が確認できたのはすごく大きかったですね。お父様が作られたモデルも大事なんだけど、あれやっぱりお父さんという頂点の人にみんなついていくモデルで、うん、はい、そうじゃなくて一人一人の社員が意思を持って働くっていうのがより良くなるはずだっていう、はい、その仮説がなんか正しかったなって確信したので、そこからもうそれを信じてやろうっていう感じで進みましたね。なるほど。というわけで実はこちらにですね、ジャパネットさんのですね売上の推移があるわけですが、うん、はい、明人さんが入社されたのがこの2004年。そうですね。そして2012年に実は一度ドーンと落ちてるんですよね、はい、これは何があったんですか？11年中にあれです、家電エコポイントっていうあの国の政策で家電の買い替えに補助金が大量に出たんです、ね、はいはい、なので前倒しでエアコンとかテレビとかが本当にたくさんの方が買われて、うん、で翌年翌々年はもう補助がなくなったので一気に売り上げが落ちた。反動減で、はい、いやこれちょっとね大変ですよね、落ち方が。そうです。でもそこでその1170億まで落ちたタイミングで、私が本社に戻って販売周りにお担当することになるタイミングだいたい、ね、それぞれ危機の時になんかやれっていう役回りになってる。いやしかもこの時あの父がすごいなと思ったのは、はい、ここで翌年その過去最高益を超えなかったら社長を辞めるっていきなり言い出して。お父さんが、はい、しかもメディアで。でどうなったんですか？でも父はもう責めるっていうので、僕がまあ50人ぐらい連れて東京行って、そこでまあバイヤーが僕で制作が父っていう、その一番大変な組み合わせになるんですよね。そうなんです。父が僕が持って行った商品がダメだってこれやっぱり当然僕はまあそんなに詳しいわけではないですけど、売る側とバイヤーっていうのは対立するわけですね、きっと意見が。そうですね。今まで父が両方商談も全部入って、で父が全部制作テレビにも出てってチラシも全部チェックしてっていう人だったので、
結局それがこう商談僕が全部取りまとめてやるんですけど、売れなかった時の原因が商品なのかその番組作りなのか売り方なのかってことですよね、はい、そこのこう戦いでもちろん父が絶対なのでもうバイヤーチームはボコボコにされるわけですよね。つまり俺たちこんなもん売らせやがってみたいな下手するとそうそうでもっとバチバチだったのは東京にもテレビチーム作って、はい、同じベルトの月曜金曜の番組の月水金を父が佐世保でやって科目を僕が担当で東京でやるという、はい、もう白黒つけようっていうやり方何すかそれ決戦決戦したんですよ。で最初3ヶ月ぐらい東京チームが勝ってたんですけど、そこで父が、はい、あの俺は今からもう一日も休まんって言ってからもう一気に逆転されて面白いお父さんどうしても勝ちたいですねそうなんですもう父との対立が頂点に達したのは明人氏が提案した一つの商品を一日限り衝撃価格で販売するジャパネットチャレンジデーという企画だった。チャレンジデーっていうご質問ですけども、あれ面白かったですね。ちょうどこの部屋ですよ。この部屋にカタログとかペーパーの責任者、テレビの責任者、ラジオの責任者、インターネット責任者もみんな集まってね、40人ぐらいの役所がこう習いまして、僕が一番向こうに打って、そして今の秋田社長が横にいたんですけど、チャレンジデーというのをやりたいと。それどうするのって言ったら、いや1日だけ24時間1日だけ一つの商品をやると、もう全ての媒体で、それって大丈夫って僕思ったんですね。1商品でコストが採算が合うのってやりたいと。でやるって言ったらもう頑固に聞かないですね。で最後はもう意見がなかなかどっちするか決着がつかないから、僕がよし分かった、それじゃあここにいるみんなの挙手をして数が多かった方で決めようよって、もう自信満々に言ったわけですよ。そしたらね、大変なことが起こったんですよ。父と子の対決、ジャパネットチャレンジデーをめぐる議論で火を吹いた。それじゃあここにいるみんなの挙手をして数が多かった方で決めようよって、もう自信満々に言ったわけですよ。そしたらね、大変なことが起こったんですよ。私の方がいいって人がね、40人ぐらいいるうちのたった2人ってこう言ったら、みんなこうしてもね、みんな顔を背けるんですよね。って言って背けるでしょ。仕方ねえなーって、これだったらね、やっぱりみんながそこまで思うね気持ちがあるんだったら、やらせてみるっていうことも一つの社長としての決断だったんです。それでゴーサインを出したんですよ。そしたらそれがですね、すごいことで結果出たんですよね。ああこんなこともあるんだよねって、やっぱり任せるっていうことはそういうことだろうと。僕はどっちかって創業者だから、もう自分がどん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 走っていって引っ張っていく方だったんで、ついてこいっていうタイプだったんですけど、やっぱり、うん、新しいスタイルの考え方っていうのをやっぱり息子にその時に学んだのかなっていう気がしますね。どうですか今のご覧になって。いやはっきり覚えてますね。一応なんか僕なりの仮説はあって、結局こう家電ってこう値段がぶれるんですけど、こう高いものが、例えばフラグシップのモデルが年間3000台しか売れないものがあって、5万円で、でも実は生産コストって2万円だったりするんですよね、じゃあ1日だけ2万円ぐらい下げて3万円ぐらいにして、こんないいものだから4年分ぐらい売っちゃえばメーカーとしてもいいんじゃないのっていうのをメーカーさんと話していて、でも結局メーカーさんとしてはこう家電量販店の価格の乱れの問題とかはいありますね。でも1日なんで、もう翌日からもう戻るんで1日だから大丈夫ですよっていうのを説得して、その代わりうちはもう5000やるなら5000全部買い取りますと、もう返品もしませんと。わすごいですね。その代わり安くしてくださいって交渉したんですよ。はあ、まあそれぞれ勝負ですよね。で結局それで父は任せようかって今言ってましたけど、その場では父はもう俺は知らんって出てたんですよ。いやでもすごいのは出てくるじゃないですか、でもそこからが地獄なんですけど、結局紹介するの父なんですよ。そうですよね、テレビ。そうですよね、出てる人ですからね。でうわ怒って父でどうすんだろうと思ったら、番組収録6時間ぐらいずっと父が中心で、全部もうやるなら売るぞって言ってずっとやってて、俺は反対だけどもうやるならやるっ
って言って売れたんですよっていうのを。面白い、なんか映画みたいな話ですね。うん、でもやっぱり父の性格が現れてますよね。はあ、どうですかこの番組、事業承継がテーマなんですけど、まあ、結果今、まあ、ご本人謙遜されるかもしれませんけど、うまくいってるわけじゃないですか。スムーズに交代できて、どの辺がポイントだと思います？なんかこう、僕は父とバチバチやってたんですけど、なんかまず人間的なこうリスペクトお互いあって、うん、めちゃくちゃ怒られて、もう本当に僕はもう心が折れて、もういいって帰ったら大体父から電話かかってきて、気にすんなよって言われるんですよ。なんか人間性お互い否定しないし、であと僕の中で父のことを陰で絶対文句言わないって決めてたんで、うん、そこはなんか自分の中でいいルールで守れたなと思いますけどね。素晴らしいですね。うん、継いだ時っていうのはどういうタイミングで、きっかけは何だったんですか？きっかけはその覚悟の年と言われる、まあ、最高益達成しなかったら辞めるって言ってギリギリ達成をしたんですけど、はい、でそれはその間もやっぱり父と僕がバチバチぶつかってて、でなんか役員会とかでも、もうじゃあお前そこまでお前が社長やればいいだろうって感じのことを言われていて、いやそんなんまだ違うでしょって言ってたんですけど、5回目ぐらいに言われた時に、なんか本当ふと俺継いだ方がいい、ジャパネットにとっていいかもしれないって思った瞬間があったんです。面白い。もう分かった、じゃあもう俺がやるってそこで言っちゃったんですよね、なんかある瞬間。へえ。その後僕も驚いたのが、やっぱり会長として残らないのって聞いたら、いや残ったらみんな俺の方見ちゃうから俺残らないって言って、会長職にもつかなかったんですよね。いやそれがまたね、すごい話ですよね。普通はつくんですよ。そうですね、普通はつきます。うん、それは、まあ、今考えるとありがたかったですね。うん、逆にどうですか、秋人さん不安じゃなかったんですか？結局周りが大丈夫かって言ってるのって、父はテレビに出る人としか見てないんですよね。うん、で僕は父の凄さはテレビに出てる紹介することより、その裏側の商品へのこだわりとか、お客さんのことを本当に一番に考えるみたいな根っこだと思ってたので、うん、根っこは僕は絶対一緒だと思ってて、あの秋人さんはお父さんのある意味翻訳者になりたかったっていう、うん、これ僕結構いろんな事業系なのでも確かに見る時があって、カリスマの初代って天才なので大体、はい、ただ逆にすごすぎて自分がなぜそれをどう やるのかって説明できない人って結構いるんですよね。はいはい、うん、お父さんも結構そういうタイプ。そう、まあ、テレビで、ね、商品紹介は上手なんですけど、やっぱりこう、まあ、難しいのは父が下手というよりは社員がもう考えなくてもやるって感じなので、そこにちゃんと意味を添える役割の人がいなかった感じはしますね。なるほど。一つ一つなので、今みんなにいつも言ってるんですけど、見つけて磨いて伝えるっていう3つの軸を言葉にしたんですけど、はい、つまりいい商品を見つけて磨いてっていうのはあれですかね、うん、新しい価値みたいなのとか、はい、安くする何か磨いて、はい、そしてそれをテレビとかそういうところで伝えていくっていう、はい、そこに集中しようと。ジャパネットには商品を磨くための会議があるという。高田社長をはじめ役員とバイヤーが集まり、コールセンターに寄せられたさまざまな課題の改善策を議論する。例えばエアコンの部品が見つからないという事例では、箱の奥の分かりにくい場所にあることが原因だった。この中にさっきの部材が隠れてこんな感じなんだ。そこで取説の袋に入れてもらうようメーカーに依頼。ネジ止めが難しかった窓枠パネルをワンタッチにするなど、小さな改善の繰り返しがまさに商品を磨くという作業。見つけて磨いて伝える、それには一人のカリスマではなく、チーム全員の力が必要なのだ。このチームが成長して進化してるっていうのは間違いないので、戦ってね、どうしても納得できない時全然俺メールしてもらって構わないんで。あ、そういうことまでやられてるんですね。やってますね。で今うちアフターサービスのコールセンターとか修理も全部自社でやっていて、そうすると40万で売った掃除機の問い合わせは全部うちの社員が電話を受けるんですね。おで修理も自分たちでやるんですよ、はい、あの販売店なんですけど修理も自分たちでやってます、ね。まあ、逆に言うと圧倒的にそこで顧客とかユーザーの情報がいっぱい入ってくるわけですから、はい、メーカーさんとそれでまた一緒に商品開発とか協力とかもしてくるんです。めちゃくちゃやります。もうそれをもとにメーカーさんにこうしてくださいっていうのを言ってますね。
つまりあれなんですかね、あの僕なりに解釈するとお父様はとてもすごい方だと思うんですけど、うん、やっぱりその商品のところにすごく集中してガッて伸ばされてきた方で、うん、高田さん、明人さんはもう少しこの顧客体験っていうか、はい、そのユーザーエクスペリエンスっていう言葉がありますけど、うん、単純に物を売るだけじゃなくてお客さんが何をこう大事にしてるかっていうところまで行こうっていう、その違いがあるんですかね。そうですね、父もでもそこはやろうって言ってたんですけど、はい、やっぱりなかなかあれだけの時間を商品選びと商品紹介に使ってるとそこには時間が使えなくて、はい、で僕はまあそこをとにかくまず最初はそこをやろうというところから最初 2、3年は集中的にやりましたね。そうすると結果的にもともとあったその強さに会社全体組織の力がついたんで、うん、それで1000億いったと思ってるっていう。そうです。長崎市の中心にある広大な敷地、ジャパネットの新たな夢の舞台だ。総工費800億円をかけ、スタジアムやオフィス、ホテルなどの複合施設を建設している。とにかく本気です。皆さんと一緒に夢を見るということを、これまで5年間積み上げてきて、これから2年間もっともっと磨いて、で日本中どこにも今までにない景色を作るつもりです。高田社長が掲げるのは地域創生だ。これあれなんですね、2024年に開業予定で、はい、プロデューサーが、ね、長崎出身の福山雅治さんと、はい、いや素晴らしいですよね。ありがたいですね。福山さんがこうなんかその取り組みに共感していただいたところから始まったんですけど、いや今これだけ一民間企業が、まあ、はっきりと800億っていうかなりの金額を使ってガーって地域を盛り上げるって、まあ、はっきりとめったにないケースだと思うんですよね。僕は地域創生って本当に大きな社会課題で、はい、でも行政になんか依存しすぎていて、なんかみんな行政が企業誘致したりスタジアム作って補助金出したりっていうニュースを見てて、でも海外行くとちゃんと民間が作って収益化して続けてるの で、はい、僕は長崎にいても全国と戦える場所を作りたくて、で人口を増やして少子化もクリアしてシニアの方も楽しんでって、まあ夢が本当にあるので、うん、まあ、大変ですけど完成した時には本当に嬉しい、感動するだろうなって思いながらやってますね。なるほど。というわけで本当に第1回に高田さんに来ていただいてよかったなと思っております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり事業承継っていうのはこの事業を譲る人も覚悟はいりますよね。それだけのね、受ける人にも覚悟は相当いるんですよ。だから僕が明人社長と話した時に一番素晴らしいことを言うなと思った言葉が一つあります。それはですね、万が一うまくいかなくてもそこから学習して次の2倍3倍のステップを絶対やるから信じてくれって言われたんですよ、はい、もう自分で任せてもらったらそれを通その経験を通して成長するから見といてっていう言葉がすごく心に響きましたね。